各方面へ向かう、プラットわらびプラットわらびとは、埼玉県わら市内を循環して運行される、コミュニティバス路線の愛称名。正式名称は、わらび市、コミュニティバスである。運行は、国際工業バス、都団営業所に委託している。運賃は、全区間とも、中学生、以上100円、小学生50円の均一性で、乗車時に運賃を支払う。また、 75歳以上、または、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳所持者は、わらび市発行の無料パステージで無料。西ルート、西ルート、南ルート、東ルートの4路線が存在する。なお、わらび駅西口に出たルートへの乗り継ぎをする場合には、無料乗り継ぎ券を発行している。IC カード、パスもスイカが利用できる。ただし、 国際工業バスの自社回数乗車券、バス共通カードは利用できない。運行期間は年末年始期間を除いて毎日運行される。なお、各路線において系統番号を割り当てられているが、これは国際バス c o m サイト内にある時刻表検索ページに基づいており、実際の方向幕には表示されていない。東ルート西ルート西ルート南ルート、 運行開始当初よりクセニッツシティ2を運用されてきたが、前日の日のポンチョへの置き換えに伴い、順次運用離脱した。理由としては、クセニッツのディーラーが輸入業務からの撤退による影響によって、部品の調達が困難となったことから、維持管理や安全性の向上などを理由に置き換えることとした。初期に投入された緑塗装と赤塗装の2台については、 自動車修理会社に処理を依頼し、必要な部品のみを取った上で、スクラップ処理された。三代目に投入されたオレンジ塗装についても、同色の国産車への置き換えに伴い、2009年11月30日の運行をもって引退し、ヤフーオークションのシステムによるインターネット購買にて売却されることになった。プラットアラビご利用の皆さんへ、わらびし公式ホームページ、 w w w c i t y w a r a b i s a i t a m a j p 2 0 1 9年12月19日閲覧コミュニティバス新車運行開始アーカイブド2009年12月5日アットザウェイバックマシンコミュニティバスプラットアラビは3月25日から運行再開アラビ市ホームページお知らせ2011年3月22日 わらびしインターネット交有財産売却、ママ、アーカイブド2009年12月14日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。